敬老の日。この日に呼び出されるのは非常に不本意だ。いえいえ、叔父上ならではの日でしょう。敬愛を込めて。生涯独身の叔父上クリス、そう余裕ぶっていられるのも今のうちだ。エリーが最近読んでいる本はな、いぶし銀の魅力、枯れた残り火にあなたもメロメロという本だ。叔父上、こちらが悲しくなります。